ちらは横浜ユーポスが運営するクラウドガレージという店です。高品質な輸入車から珍しい、お車まで様々取り揃えておりますので、ぜひ皆様お気軽にお立ち寄りください。ご相談もお待ちしております。宝の妻、はい、プラスさんが行くっていうことでね、初の一人プラスさん、これ今宮前区の宮崎台です。宮崎台にあるこのスタジオ、ここはね、多分ね、なんかキッチンとかもあって、なんかいろんな人たちがこう使えるシェアスタジオというか、うん、シェアスペースなんですけど、今日ここにね、とある方に呼ばれてまして、ケッピーってやつでしょ。ケッピー、ちょっと行ってみましょう。はい、はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。職業何って言ったらいいんですかね。職業、はい、職業は絵描きと言ってます。絵描きです。絵描きのケッピーと言います。絵描きのケッピーさん、きっかけは僕の飲み友達のですね、おじさんがいるんですけどね、おじさんが保育園の、まあ、親のお友達、親ともママともパパともで、ぜひケッピーさんプラスさん行くでってことでありがとうございます。紹介されて今日こう撮影に至ってるわけなんですけども、はい、初めて実はまだ2年ぐらいしか経ってなくて、はいはいはい、うん、それまでは教員としてちょっと働いていた学校の先生、はい、はい、美術の先生を一応やってたんです。あ、なるほどね、はい、美術からの絵描きとかね。そう、絵描き、そう、はいはい、やってたんですけど、うん、子供の2人目が生まれて、はい、ちょっとまあ教員じゃなくてちょっと自分で自由に時間を使って、うん、働けるような仕事がしたいなと思って、うん、絵描きとして完了しました。どのような感じ の, その絵を描かれたりとか、うん、されてるんですか。うん、絵はですね、本当にいろんなことをやってまして、うん、もちろんイラスト、普通のイラスト、あ、あそこにもあります。頼まれたイラストを描くとか、うん、あとはボディーペイントっていって、はい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 、絵の具でもちろん描くのもありますし、うんうん、ジャグアタトゥーっていってこう 2,3 週間残るものを描く場合もあるし、うん、あとはお店の壁画とかこういうものを描い、壁に大きな絵を描いたりする。なるほど。でもアーティストさんってことでいいんですよね。ありがとうございます。大きく作ってもらったら。そうですね、ケッピーさん。で、今日はどのようなことを今日は動画で、はい、ぜひ小清水さんに変身してもらいたいと思ってます。これ以上変身していいんですかね。フェイスペイントさせてもらいたいと思います。顔に、はい、塗る顔に塗る。大丈夫、ベディンさん変身していいの俺。ドキドキですこの後もあるんだよね、うん、この後まだ2件ぐらいあるんですよ。大丈夫かな。洗って落とせるタイプのものです。本当ですか、はい、大丈夫です。僕はもうこのまま洗わずに行きます。洗わずに行きますか。はい、洗わずに。まだ大丈夫です。潰ってほしい時言いますね。冷たいのちょうどいい。冷たいのがちょうどいいですね。すごい一気に来ますね。いきますよ。一気に来てる。あ、ですね。あの、なんか丸×書くみたいな感じになっちゃいますね。すごい冷たくてちょうどいい。うん。ちょっとだけ髪の毛ついちゃってる。ね、いいせいですもんね。全部ついちゃってる。全部ついちゃってる。ね、ずっと言ってんね、人生が何でも決めるんですよ。あ、そうなんですね。この間も髪の毛切る時も見ました全部決めるのもあった。ライン入ってたやつ。そう、なんかもうすごい、マネージャーさん。え、こういうのはイベントとか出てやってるんですか。じゃあイベントもそうです、夏のイベントもどうかな。うんうん、で結構子供、いや、こんな前面はあんまりやんないんですけど、まあ、頬とか、頬、そうですね、うん、とか、腕とか、そういうところ子供とかは結構大人気。でもね、本当はここだけで良かったんだけどね。いや、せっかくだから。せっかくだからってめちゃくちゃいい言葉ですよね。せっかくだから、本当ですか。よかった。まあ、僕もせっかくですから、ね、せっかくですから。
あ、ご主人さん、顔のシワ伸ばさないとシワの間が濡れてない、ほら。そんな。ほら、ほら。大丈夫、大丈夫。じゃあ、大学が美術部。一応そうですね、芸術学部出ました、一応。日本語を言ってましたが、あんまり生かされてない。日本語では水墨とかですか？まあ、日本画っていうのは広く言っちゃえば日本画の絵の具を使って描けば日本画なんですよ。ああ、なるほど、なるほど。ちょっと向こうの手が高すかっていうか、向こうが、はい、ありがとうございます。なので、まあ、墨で下書きをするんですけど、うん、それの上になんか何を描いてるんですかっていう。KB が描き終わるまでは、はい。どうしようか。どうしようか。あ、そうですよ。お祭りかな。でもお祭りみたいな感じになりますよ。ね、大丈夫、お祭りやってないですよ。お祭りかなっていう感じはなりますけど、お祭りはやってないんですよ。僕の行く先はないんですよ。大丈夫。どうでしょう、全産的には。終わりました。こんな感じ、ありがとうございますケビン。僕まだ見てないんで、ちょっと見せてもらいますね、顔。やばこれ。やば、何がやばいって、まずあの超高反転の最後に食べた葉っぱが歯にすごいついてる。すごくない、ジンさんこれ。うん、ねえ、やばい、やばくない？これすごいですね。え、これでもあのこれやってくださいって言ったら依頼も OK いただけるんですか？あ、これの。大丈夫ですよ、はい。そう、なんかこうなっちゃった。どうしようこれ。もうほら時間も時間だからさ、行かなきゃいけないんだけど、もうこのまま行く次。うん。ねえ。行こう。オープニングこれ撮ろうかこれでね。撮りましょう。次ね。はい。わかりました。でね、これね、ほら、カドカドリムス、うん。店に行っちゃう。店に行っちゃおう。店に行っちゃおうか。店に行っちゃう。スタジオに。うん、ね、うん。キュピさん、ありがとうございました。もう、あの、ぜひ、あのね、こんな顔になりたいって言ってたら、キュピさんに。可愛い系も OK ですか？そう、いろいろやってるんですよね。アニマルペイントとかね。うん、そう、いろいろあるので、イベントも出られてるので、ぜひ、キュピさんに。あの、イベントのご依頼とか、あとね、それこそなんかちょっとね、団体とかでなんかこういうのでやりたいっていうのがあれば、うん、ぜひ、ケンピーさん、はい、お願いします、ね、こうやってやっても説得力ないでしょ。ね、この顔で説得力全くないでしょ。ねえ。ちょっと一応、さっきケンピーさんにこれ入れてもらったんで、ちょっと行きましょう、スタジオ経理。大丈夫かな、怒られないかな。ここまで来てて、俺いきなり行って子供言うとあれだからさ。なんか音がしたな。誰かいる。あ、子供たちがいる。コシミズです。誰？コッシーです。ごめんね、子供たちいっぱいいたんだ。ごめん、ちょっとさっきケイタに連絡したんだけどさ、ちょっとせっかく KD 入れてきたから、来ちゃったのよ。怖いって。さあ。大丈夫？あの、YouTube 出てもいい？フラッツさんの。フラッツさんです。フラッツさんです。なんとなく顔見た人いるけど、こっちはわかんないでしょ？いや、わかる。わかる？わかるって。全然わかんない。全然わかんないでしょ。コッシーってやってくれる、ね、中身人だから。中身人なのよ。すごい、びっくりした、誰かと思いました。そう、今ね、こういうのやってくれる人のとこ行ってきて、やってきたからメンバー変な人帰るから。ごめんね、じゃあね、頑張って。じゃあ失礼します。頑張って。
よかったね。いてよかったね、本当ね。いてよかったよ。俺、すっげえ汗かいてるから、今。わかんないと思うけど。すごいね、このメイクアップ。でも喜んでくれると誰も泣かなかったから。ね。よかった。じゃあ、行こう。もう。本日もフラットさんが行く、ご視聴ありがとうございます。いいな、面白かったなと思う方、ぜひぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。